準備が完了したんですけど暑い。じゃあ行こうや、とりあえず。そうですね、みんな頑張ってるから私もちょっと便乗しますね。暑い。え、これ突然暑いっていいんですか？大丈夫、行こう行こう。オブセクエストのスタッフに教わっています。これはあれですかね、ブラシについて教わってると思うんですけど、多分10秒20秒後には忘れてると思います。さあキャシー滑ることができるのか。お、ブラシで止まってみよう的な感じですかね、あれは。さあ教えられたことができるのか、運動音痴でも止まれるのか。これはね、歴史的実験結果を見ることができますよ。すごい、キャシーでも止まれる。キャシーでも止まれるんだ。あ、すいません、次の人来るんで早く置いてください。いや、なかなかびっくりしました。うん、すごいね。はい、これ今までのブラシだとあれすごい時間かかるらしい。へえ。てか止まれないから。なんかもう 横からのシルエットがすごいじゃないですか。顔のシルエットもすごい。思わずブラシ飛ばなきゃっていう、ブラシ飛ばなきゃっていう感じになってたんだけど、顔についついっちゃった。これいっぱい練習できる。そうですね、わかりました、頑張ります。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ。スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。練習練習ね。練習ですよね。そういうところからねスタートしました。しっかり、うん、いきなり行っちゃうと怪我しちゃうから。そうですよね。そういうの大事だろ。ですよね。練習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 大事だろ。水あれ。楽しい。え、なんですか。楽しい。やばい、スノーボードやばい。